雑談しちゃうどうどもロキーで,すおばんでございますえー、今日の動画ですけれどもえっ、ー、と今ちょっとあのーまあ、国会とかあとネット上 SNS 上でちょっと今話題になってる、えー、とあるえー、行事お祭りのお話とあとそれに対する俺の考えとかを話をしてみたいと思います。 で、えー、ちょっとあの、うんと、情報がいっぱいあるんで、ちょっとカンペ読まさせていただきたいんですけども、えっ、ー、とですね、三重県桑名市の、えっ、ー、と、多度神社、えっ、ー、と、多度大社ですかね、で、えっ、ー、と、行われている、揚げ馬神事という、まあ、お祭りが、えっ、ー、と、あります。 で、このお祭りがどういうお祭りなのかというと、700年の歴史がある、まあ大変長いよね、700年って、あのー、お祭りで、まあ三重県の無形民族文化財にも指定されているという、ええー、まあお祭りでございます。で、その内容なんですけれども、えー、っと、地元の若者が騎士となって、坂道がある約200メートルの、ええー、馬場を、 失踪して、高さ、最後高さ、2メートルある土壁を乗り越えた回数で、農作物の、えっ、ー、と、豊凶ですね。えっ、ー、と、豊作なのか、強作なのかを占うという、えっ、ー、と、内容でございます。で、あの、コロナ禍で、えー、4年ぶりだったかなですね。4年ぶりに、えっ、ー、と、今月の、 うん4日5日に、まあ、行われた、えー、とお祭りなんですけれどもあのなんだそのお祭りの最中にですね、えー、と一頭の,、まあ、あの地方競馬で、えー、と走っていた、えー、とお馬ちゃんがあの骨折をしてしまって、まあえー、と安楽死という形になってしまって。 でそれでそれがあの動物虐待じゃないかっていうふうになって今ちょっとあの話題になった波紋を呼んでるんですけどもでそれがですねついにあの国会でも取り上げられるようにえとなりましてえとうまいの虐待にあたるということで国会でも取り上げられたと。 で、えっ、ー、と、野村哲郎農水省は、個別の伝統行事の内容をコメントすることは難しい、と述べるに留まったと、えー、ということでございます。で、SNS の反応なんですけれども、えー、命を無駄、無駄にするなと、使い捨てにするな、動物虐待だ、そして時代遅れだと、えー、という内容になってます。で、 あの、今のあの、今回のこの、あげうま真珠の、まあ、要点、なんですけどね。あの、争点というか、あの、伝統を重んじるか、それか、あの、今の時代に合わせて、変化していくのか、変え、変えていかねば、いかなければいかないのかっていう、そのあの、ことだと思うんですよ。 で、伝統を重んじるっていう選択肢をするんであれば、三重県で700年続いたこのお祭りを、これからも続けていかなくちゃいけない。で、地元の人はそのお祭りを愛してるはずなのよ。はずなんですよね。なんだけども、あの、例えばまあ、同じ三重県の方に、方も多分いると思うんですけど、あの、やっぱ他のところに住んでる人とかは、 やっぱりあの動物愛護の観点からもうそんなものはやめろとやめてくれとかわいそうだとっていうあ,あのまあ論争になってるっていうことなんですよね。で地元市なんかではやっぱりそういうまあ,あのなんていうのこう負の面っていうのはやっぱり報じてないそうです。まあ多分 まあ、そう、そうなるだろうなと思ったんだけど、やっぱ調べてみたらそうだったんだよね。で、それで、えー、っと、じゃあ、その、現代の考えに合わせていくかっていうことになるんですけど、あの、動物愛護管理法っていうのが昭和48年にできたものでして、その、お祭りが、うんと、始まった時ってそんなもんないんだわね。で要は、あのー、 どんなお祭りもそうだと思うんだけど、神様に何かを捧げて、そして、例えば、あの、雨乞いとかもそうだしね。あの、雨が降らないと作物育たないから。やっぱり、豊作、豊漁を願ったり、あと神に一年の感謝をしたりするってものがお祭りとかだったりするのよ。で、それを考えたときに、あのー、 やっぱり、これはなかなか、一言では片付かない、難しい問題だと思うのね。で、あのー、確かに、パッと考えれば、簡単にイージーに考えればよ。いや、そんな馬かわいそうだから、そんなもんやめて、ね、人が走れば代わりに走ればいいべやって、っていうふうに言ってしまえば、確かに、あのー、それまでなのよ。で、俺も、 そういうことをもし言う人がいれば、俺もそれは、あの、わかる気持ちは。すげえわかんない。なんだけど、700年の伝統って重いんだよね、すごく。ただ、700年の伝統があるからといって、一つの命を、そういって、物のようにして扱うのってどうなのっていう、ことを今回こう、あの、が争点になってる、ね。で、 あのー、この上馬信じだけじゃないです。あのー、いろんなものを神に捧げる、あの動物、動植物を。植物だって命だからね。で、そう考えたときに、例えば、あの、俺が住んでるね、北海道なんかでも、あのー、アイヌの方が、あのー、鮭をね、こう、神に捧げるっていう儀式をやるのよ。で、 まあ、それは、うんと、本当は川で取っちゃいけないのよ、鮭って。密漁になるんだけど。なんだけど、申請を、かるべきところに申請をすれば OK が出る。なんだけども、あの、我々は、あの、和人が決めた、あの、ものには従うこ従う必要はないと。和人っていうのは日本人だよね。やっぱ、アイヌの人で、やっぱりあの、すごいあの、アイデンティティ持ってる人って、自分はアイヌ人だっ。 他の人は和人だっていうふうに思ってる人もいるのよ。で、あのー、まあ、申請を出さないで、それはあの、北海道の紋別ってところで、あのー、何年か前に起きたことなんだけど、あのー、それ儀式に使う鮭を60匹ぐらい川で申請しなくて、それで、あのー、その関係者3人が書類送検されたって結局不起訴になったみたいなんだけど、ただそれも、 あのー、やっぱり命を捧げてんだよね。命を。鮭という命を。じゃあ、馬と鮭、あのー、天秤にかけて、どっちが重いですか両方とも沈みます、これ。馬も鮭も同じです、命の重さって。なんで、あのー、本当にね、永遠のテーマだと思うのよ。 でまたその意見の食い違いっていうのもあるあるっていうかも現に起きてるんだけどあのそこをまあ今後どういう風な感じであの例えばその国会であったりあと三重県がどういう風にこうねしていくかっていうまあ今回は上げ馬神事の話だからね上げ馬神事をどうしていくかっていうまあ多分ここまであの話題になったって多分ないと思うんだよね700年の歴史の中で多分。 なんで、700年間の間で一番話題になって、で、一番批判された年だと思うのよ。この令和5年、2023年が。なんで、あのー、皆さんもぜひ、えっ、ー、と、このことについてちょっと考えていただいて、もし、あのー、よければ、コメント欄の方に、あのー、意見書いていただければと思います。で、ちなみに、えっ、ー、とー、俺の兄貴、二つ上の兄貴がいるんだけど、 あの兄貴もこの「ウげシンジの、まあ、ニュースを見てこう言ったんだよねあの兄貴は JRA、えー、日本中央競馬協会だったっけ日本中央競馬会だったっけじゃあ要は競馬もやめろって俺は思ってるって言ったでなしたのよでやっぱ聞いてみたらあのでやっぱりあの年間、まあ、5,000頭から1万頭の登録抹消馬がいて であの馬って引退後の馬って一頭をあのー、1年間養うのに万万円から100万円かかからるんだってまあ今の上馬伸治からの、まあ、馬つながりで JRA の話してんだけどでやっぱりその馬がじゃああのー、引退後にどういうね生活を送るかっていうのが実は意外と不透明なところがあって。あのー その何割は殺処分になってるとか、ほとんど殺処分になってるとか、あの、ちょっとね、あの、見えてこないところがあ,のあるんだって。俺もドキュメンタリー目通したんだけど、あの、明確なパーセンテージが出てこないのよ。ただ、あの、殺処分になってる馬がいるっていうのも明らかなのよ。なので兄貴は、そんなもんやめてしまいやって。そんなの、ね、人の、ね、人が、あの、こぐ、 ねあのうんと,、ねあのーうん、と経理そして人が運転するオートレースと協定でいい部屋って兄貴は言うのよ馬に意思なんかねえぞっつってって言うんだよねまあただ <laughs> まあ今ちょっと馬つながりで、まあ、JRA も引き合いに出しましたけどあのー、じゃあ俺の今時点の意見ねなんだけどぶっちゃけ答えは出せんこれは出せない 馬かわいそうだって。でも伝統もある。それはわかる、すごく。わかんのよ。わかんだけど、ただ、伝統で命を、ねえ、あのー、軽視してあ、取り扱っていいのかってさ、そうでもねえじゃん。だからもう、こっち行ったり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 すんのよ。で、難しい話だから、あのー、さっきもね、農水省の、ねえ、方が言ったように、あのー、 ね、個別の伝統行事の内容をコメントすることは難しいっていうふうに言ったっていうことなんだよねまあこういうのをねこうスパッとねあのー、まあ言えるぐらいのさあのー、なんかストロングな気持ちがあればさ俺もこれバーッと言えるんだけどさあのー、なかなか難しい問題だよね。なんでちょっとまあこれももうまあ今後のちょっとねどうなるかっていうのも。 俺もちょっと見ていこうかなって思ってます皆さんはアゲウマシンジについてどうお考えでしょうかというわけで北野ロッキーのアゲウマシンジのお話でございましたしたっけ北野ロッキーチャンネル